西伊豆に向かうぜ。西伊豆に向かう。これどこだろうね。静岡まで65キロだって。近いな。これ新しくできたさ、中部横断自動車道だ。そう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 。中部横断自動車道の身延町のあたり、うん、無料区間。無料区間らしい。あー、無料区間終わり。もう。でもすごい、30キロ来た。30キロ。おお、結構進んだ、ね、結構進んだよ、すごいぞこれ。うん、綺麗に上だけ見えないな。でもここ本当見えたら最高のビューだね。真正面に上突き抜けてくれたら最高だったのにな。ねえ。おお、見えた。ちょっと見えた。ちょっとだけ本当に。見て、バイクがドライブスルーしてる。俺前やってダメって言われたのに。あ、そうなの。うん、できんだ。すごいな。ここ 2.7 メーターまで行って行けるじゃん。だからキャンピングカーでもねえ。バイクでできんだ、知らなかったな。聞いてみよう店員さんに。バイクもいいんだねって。おはようございます。おはよう。出発ですよ。はい、出発。何時だ。6時7分。早いね。今日は早起きだね。すごいじゃん。うん、今日は松崎の方に向かいますよ。1時間ぐらいで着くらしいから。うん、で、タップが出せるところをちょっと探しながら動いて、はい、場所を決めましょう。はい、峠を越えたよ。うん、お、海が見えてきたね。うん、見えてきた。やっと。わー、すごいな、海だ。今なんか宿があったけどさ、うん、めちゃくちゃ車いた。あ、そうなんだ。うん、おー、いいね、いい感じだね。富士山見えない？あー、あ、見えた。うわー、すげー。見えた。超綺麗だったね。うん。松崎だな。うん、あ、松崎だって。あ、松崎。あ、ここだ。いつもの釣りの駐車場に行こう。あ、やってる、いっぱい。やってる？うん、本当？やってるよ。これ入れなくなったんだ、奥は。前あそこに入れたじゃん。車は入れなくなっちゃったみたい。釣れてるんじゃない？すごいね、あれ電動で来て。わー、すごい。なんかいっぱい釣ってるよ、みんな。なあ、やってごらん。ちょっとやってみよう。うん、どうぞ。いただきます。今コーヒー入れてるからね。あ、持ってきてくれる？うん。お、ありがとう。どうぞ。おお。イワシか？くれた、くれた。三匹目。ね。うん。逃げてる？うん。おお、でかいでかいでかい。すごい。餌入れたらちょっと大丈夫？いいかも、餌なくても。ほら、すごいね。あ、落ちた。いいね。
いや夕飯も釣れたしさ、20匹ぐらい。アジが釣れなかったから残念だな。うん、アジ釣りたかったんだけどね。サバとイワシだね。さあ松崎の町に入ってくんじゃない。うん、行きつけの桜は引きつけでも5回ぐらい行ってんじゃない。4、5回行ってると思う。行ってる行ってる。なんかアジのなめろうだっけ。なめろう、そうそうそう、が美味しいお店ですごい行列なんだけど、これじゃないかな。これ、ああこれだ、これ。あ、空いてる。まあまあいるかな。どう、まだやってないんじゃない。まだだって10時だもん今日。あ、そうか。すごい上まで登ってきたよ。またね、うん、もうちょっとしたら。そうそう、きっと6月の下田はアジサイが有名じゃなかった。そうなんだ、うん、すごい有名だったと思うな。まだだよね、のすげえ斜めなところに止めるんだよね。うん、入っていけるかな、これ。行けるでしょう。行ってみよう。だって船が入るんだから大丈夫でしょう。ああ、そうかそうか。あ、釣り具屋さんもあるじゃん。そう、目の前釣り具屋さんとか入ってあるよ、これ。いいじゃん。怖いんだよな、倒れそうで。本当、ね、どうしよう。え、どうしよう。本当にシーカヤック、サップ持ち込み乗り入れ年間禁止。禁止なんだ。ダメじゃん。へえ。トーミー温泉の足湯。いいね。何枚でさ、ここに止めてさ、ここに一回ね、うん、あ、お風呂やってないか。前のことでお風呂入ったのにな。よし、行くぜ。いい。おお、早い早い。あ、だいぶ来たんじゃない？こんな感じ。おお、いいよ。おお。波 0.2 ぐらいだね。とりあえずここら辺落としてみようかな。あれ富士山だもんね、あそこ、うん、見えてるもんね。こっから見てもあんなに大きいんだから。すごい。すぐここまで来た。すごい、下見えてるじゃん。あ、本当だ本当だ。めちゃくちゃ透明度が高い。すごいな。
魚がいっぱいいるから青いのが。本当？ほら、ここ見えない？ここどこ？ここなんか。出なそうだな。プライベートビーチ見つけた。あそこ行ってみよう。いや、すごくない？ここ、ね。わあ。あれ、気をつけないとさ、魚の餌食べちゃって、針に引っかかっちゃうかもしんないね。気をつけよう。来た来た。本当？何が釣れた？ベラ？フグちゃん。泣いてる。フグだ。ね。もう適当。そんな強くやんないでいいけど。おいいね。お、来たじゃん。来た？絶対フグだろうな。結構引くじゃん。お、フグじゃん。フグだってまた。あ、自分で戻っていくよ多分これ。ほら。釣れた。穴開いた。ちゃんとしたメーカーのなのにここがなんか浮いちゃった。シールが。ここを蓋しないと。さあ、最高のサップ。まさか穴が開くとはね。スターボートでそれってちょっとやばいよね。もう大変だったよ、本当に。まあだけどあれだったね。そんな大丈夫だったよ。まだ大丈夫、まだ大丈夫とか言うけどさ、余裕で早く乗って、早く乗って、そうそう、早く漕いで、早く漕いでもう大変な騒ぎだった。一生懸命漕いだから今日はいい運動になりましたよ、本当に。でこれから、うん、山彦荘だっけ、うん、の温泉プールがあるんでしょ。そう、温泉プールがあるんだって。あの外のプールが温泉になってるんだって。すごいよね。うん、なんか古い学校を改修して宿泊施設にしてるのかな。でそこに行って、うん、ちょっとプカプカして、うん、お風呂代わりになったら最高だね。お風呂代わりになったらそれ最高だね、本当に。ちょっと山の方に入ってきたよ、うん、最高だぞ、この右の川。みんな鮎釣りしてんの。ね、釣りしてるね。すごくない？海釣りもすぐそこでできて、鮎、うん、釣りもできて、すごいところじゃん。いいとこだな、西伊豆っていうのは。すごい道になってきた。もう四国みたいになってきた。ねえ。あと 1.5 キロ。うん、もうすぐだ。すごい中に。街が現れた。街が現れたね。だから学校があるんだ。昔は。いいとこだな、なんか。すご
い。うわ、大きいの来た。200m と、うん、で右だって、うん、また来るのかな、大丈夫かな。あ、当たった。山彦草町営なんだ。町営なんだ。血縁はないかな。大丈夫するか、見ようか。大丈夫。あー、これ右側、右の後ろ、うん、大丈夫。なんかいいね。すごいよ、うん、なんかすごいよこれ。なんかすごいね、うん、これ学校じゃん。そう、元ね、リフォームしてさ。すごいな、うん、大沢里小学校。ここに泊めようか。へえ、小学校だったんだね。うん、見えた。全部温泉なんだよ。すごいね。寒くないかなと思ったら、あったかいでしょ。寒いと嫌じゃん。嫌だよね、そりゃ、うん、うわ、すごい。すごいよね。最高じゃん、ね、あったかい。ぬるいの、あったかいの、どっち。こっちはぬるい、こっちはぬるいけど、こっちはあったかい。お、やばいな、ぬるいんだやっぱり。ちょっとぬるいけどあったかい、へー。ここにもっと最高感。温泉に入る感じではないんだ。温泉に入るよりね、冷たいよ。あ、温泉くらい。あ、そうなんだ。あったけー。おー、あったかい、あったかい、あったかい。最高だった。よかったな、ここね。え、面白かった。朝と同じ場所に舞い戻ってきました。また釣りするの。また釣りの。よいしょ、いいね、干してて。怖くでしょ、怖くでしょ、すぐ。すごい大量だよ。それサバとイワシだけだからね。うん、タジはまた別じゃん。すごいね、いっぱい釣れましたね。じゃあこれを煮込んでいこうね。今日はいっぱい釣れた。Let's go to sides. Let's stay home and play. I got so many funny games we could do today. And we can compare.
inside our bed. Stay under the covers. Make this long night last. And I love to play this game. できた。こもったこもった。はい、ご飯にしよう。うまそうだな。朝と夕方に食べた小魚たち。すごいね、うんうん。あとこれは？あ、伊東直送のアジのたたきと、うん、下田直送のカツオ、うん。今が旬。あれか、初ガツオだな。急にカエルが鳴き出したぞ、ね、まずは釣れたてのお魚、お魚いただきます、うん、あ、おいしい、うん、柔らかい、柔らかい、骨が全く感じられない。そう、うん、15分ぐらいしかやってないのに、うん、うまいうまい、うん、いただきます。うん、美味しいね。美味いでしょ、うん、ね、新鮮って感じだね、うん、うまいね。スーパーでもこんなに美味しいんだ、ね、うん、ちょっと食べてみようかな。自慢地生草がまた、うん、ね、本当だ、うん、これもすごい美味しい、ね、なんか新鮮だね、すごい、うん。さあ、博多の釣り場を後にして、うん、道の駅に向かいます。はい、今8時半も遅くなっちゃった ね、まあ、ご飯食べたからね、うん、眠いね、眠いね。さすがに、さすがにね。でもあと7分ですか。そうそう、そこをもう左曲がってちょっと山の方入ったらすぐでしょ。うん、さすがにね、あの釣り場で寝るとか怖いもんね、ちょっとね、うん、道の駅花のなんとか三千円かな、2キロあとここか。 It is so sweet under the sun. And even if my pocket is empty, I don't really wanna go to work. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time.